ラクスティー観光ツアー in 警察署イエーイということで、まあ、前回との違い何か分かるでしょうかね。はい、前回ね、こういう状態で終わっちゃったんでね、せめて電気をつけとこうとね、まあ、ここで電気をつけたかどうかっていうのはあまり差はないっぽいんだけど、まあいいじゃないですか。普通はね、電気をね、消しとかないと、暗室でね、あの、カメラじゃないや、なんか写真の現像でちゃんとあれが見えないよ、みたいなのが普通っぽいけど、まあ、これは、もう、たかがゲームなんでね、たかがちょっと怒られるかもしれないけどね。ということで、まあ、ここのね、飾ってあるね、掲示板のやつもね、あの、警察署の表にあるのと全く違うっていう感じがするけどね、はい。ここにゾンちゃんっていたっけ？燃やす月日やんだよ。あれ、いないということで、ピピッ、あ、なんかすごい、映像が今あれだったんで、国際映像だったから、ちょっとお乱れしてたんですけれど、まあそんなことは気にしないで、レイラウッド !OK。で、拾っておいて。で、こっちの方が、ああ、やっぱりあれだね、焦げてんね。こいつはあれだね、じゃあ、拾ってあれかな。ガンパウダー。ガンパウダー焦げてる。あ、で、これもあれだね、同じだね、あの、どこだっけ、どこにあったかはちょっと覚えてないけど、こいつもあれだね、ほら、あの、3枚あって、あの、破れてるって、上の方だったかな、上の方だったかにあった気がするな、9、10、5、7だっけ、よいしょ、7、ピン、開いた、オッケー。オプセサービー、10アン。はい。で、こことかも覚えておくと、左から黒電話、本3冊、アメリカの旗、ペン1本、紙が4枚かな。4枚、1、2、3、4かな。で、弁当。で、これ、西側オフィスとか行ってみたら、実はあれ、ああ、そうだ、しまった、今行けましぇんっていう感じなんだな。じゃあ、ちょっと後で行こうか。うん。後で行きましょう。このパート中に行こうと思います。まあ、ここはさすがにあれだな。上の方のあの、真ん中の棚っぽいやつがあるから、そこで被るっていうのはさすがになかろうかっていうことですね。はい。ここら辺のね、絵がね、いろいろダブってるっていうのはもうしょっちゅう起こることだから、そこはもう気にしないでいこう。で、上の方に行く。あお、なんだ。今日あれですね、パソコンの調子がすごく機嫌が悪いみたいですね。はい。これとこれ預けておこう。で、ショットガン預けておこう。パソコンの機嫌が悪いみたいですね。残念ですね。行きますよ。そんな怖いこと言っちゃダメよ。で、こっちの、あー、しまったー。あの、くるくる回すやつ、上に忘れてきたから、とりあえずじゃあこっちから行くしかないね。よし、で、ここにはいるっけ。すげえ、いたね。普通にいたわ。いい刑事がいた。あ、なんでびっくりした。あの、足だけ残し、上半身どっか旅だったのかと思った。これキャップだっけ。キャップだった気がする。キャップ。あ、違う、これ間違えた。DCM だ。ダウンロードコンテンツ、マゾバージョンですね。はい。マゾじゃない、マゾ。マゲだね。はい。で、ここアイテム拾って、ここもいるんだ。え、すでにいるのか、これから出てくるのか。ちょっと、ここの、机は、電話1個、電気ケトルがある。大丈夫だね。ここは走り抜けるものは何もいない。この奥には何か、りっちゃんがペロペロしてくるよっていうあれだった。なるほどね。ばあちゃん並みにゆっくり歩け。俺のばあちゃん並みになってるけど、お前のばあちゃん知らねえ。何でメソってことくらいしか。ここいるんだっけ？ここはいたのかいないのか。いないのかいるのかいるのかいないのか、どっちなんだいっていう感じなんだけど。どっちでもないんだよ。じゃあ。焦げ散らかしている。あれ？ある男にし、チキショー！来てろー！ああ、楽しくなってきた。音楽は必要だ。奴にこのおもちゃを差し入れてやろう。おもちゃ大人の？イェイ。いい、くだらない。で、心、ああ、なくなってるね、時計がね。ちなみにこの上に待機しているやつとかいるのかね。で、くそ。前屈運動が大変お忙しい状態になっているということで、あれあれ、バック風でやられちゃったのかな。バック風だチューチャー、えバック風もう うまく言えないからもういいや。はい、バック風バック風ツバック風じゃフューチャーって言って合ってんのかな。まあいいや。あ、ちょちょ、あれ、やばいやばい、あー、なんか、いやー、わレオがもう完全なる闇落ちしたのかと思った一瞬。
で、こいつ起きてくる。起きてこれ。いいだね。まだ綺麗な状態で残ってる。逃げといてください。こっち行きたいけど、とりあえず、なんかもうあれだね、進むルートとかむちゃくちゃなってるけど、まあまあ、そんな気にすられてもないよね。これちなみに開けたら、何が入ってる？アイテムを調べる。と、何が入ってる？オープン。カチャ。なんだ。あ、ライオンスタチュー。あ、ライオンスタチューですね。ライオンスタチューがないと困るもんな。で、なんかいろいろアイテムが仕込まれてる。違うんだよ。違うんだよ、違うんだよ。違う。手記。で、こいつは、あれ、破れた。双子天秤とかも、つまりニコニコやな。ニコニコのやつを、たくさんやってきたらなんとか、なる。ほい。あ、ヘビここで出てくんのか。なるほどな。ほい。ユニコーン！じゃあ、さっき進んでいきましょう。な、ピンクすら。で、とりあえず、まずここ、カチャコンとしていって、本当にロングコートダディするとね、使いたいっていうか、その、ツアーガイド一人でやっぱりね、皆さんをね、お届け回していくっていうのは、なかなか至難の技ではあるんだけど、こうやって、階段のところにいるからピクピクするんだね、きっとね。ピクピク禁止です。と言いながら、あ、そうだ、しまった、ここにアイテムないんだ、アイテムボックスねえんだ。ここにアイテムボックスないってなかなか辛いな。しかもセーブポイントもないんだってね。この間あれだよね、セーブポイント、なんか表だったか裏だったかさ、セーブしようかなと思ってさ、セーブしようと思ったらさ、急に使えなくなって、なんでと思ったらさ、横からさ、どっしん近づいてくる人が、いやー、いたーみたいな状態になってたんで、こっちの方に行って、そう、あ、そうか、しまった。忘れてた。オープンセサミするの忘れてた。あ、ちょっと、奥のアイテム取った。あれ、取ったか。そうか。もう1パート前の記憶なのに、1日経ってしまうと、もうすでに忘れてしまうっていう。で、ちょっと待ってね。マイク。じゃあ、あ、そうだ。どうせこっち来るんだったら、あれだね。上の方のやつやっとけよ。ちなみにこれって、こうやってわかりやすい。さすがにそれはない。さすがにそれはない。なんで影でビビらせて。あ、あったあったあった。ほら、これ。3枚あったら1枚のうち破れてる。ね。これと、これはいらない。かな。オッケー。そうなんでね、もう全然観光ツアーガイドも来ないけどね、もうてかもうツアーするところがないですからね、うん、ツアーするところがないっていう状態なんでね、まあ、とりあえず燃えるゴミと燃えないゴミの紹介だけしておきましょうか。おい、こら、エルゲン。おめえ、残殺にやられるんで、実は上半身とか箸をちぎったのを全部知ってね、ロングコートダディ総長だったかもしれないけど、ね、ああ、先行しろたんだ、やったー、イェーイ、パキーン。ここで、こいつを手に入れてから行かなきゃいけなかったんだね。ここ見てみよう。あー、全然違うね。あ、でも、本3冊の位置と、あ、でも、こいつもうちょっと右上じゃなかったっけ？ねえ。あ、で、やっぱり、あ、青が追加されてる。追加されてるというか、まあ、他のパートがなくなったんだけど、なんでここに工具が置いてあるんだろう。すげえ気になるわ。なんであそこに工具が置いてあるんだろうね。じゃあ、もうちょっとやらなきゃいけないことがありますんで、その前にあれ、あ、今全員いるか。いいんや、違うか。ちょっと待って、でもアイテムも取り付けると、今度は、あ、でもいいか。どうせあそこ寄るから、こっち進んでいって、で、ここ開けたから、上の方でくるくるっと回っていったら OK だね。で、まあ、ここは別に開けたところで、星や星に入るわけでもなかろうもということなんですけど、あれかな、まあ、適当にやってた方がいいかな。こいつ、109だ。109010。いらねえね。はい。106。今、ああ、合ってるね。ああ、いらないね。はい。とりあえず、預けりゃなんとかなるかな。なんだ、困る。知恵なんて書いてるか分かんなくて。ホモか。共通なんじゃないか。ノリか。よし。じゃあ、こっち積んでいってしょう。で、とりあえず、現像を2つしてしまって、現像を。あの、爪痕があるから、こんなところにもリッカーが、なんか暴れ散らかした跡があるのかなと思って、どうでもなかったね。で、これと、これは預けて。で、現像2枚してしまって、ポイッと。
で、違う。これはクリクリ。チェーンソー何だスタッティブ。で、ライオンスタッフ。あえて、王冠炎を取り、王冠炎っていいですね。まあ、どっかで多分やるだろう。さて、じゃあ、まずは、キルッと回ってみましょう。で、ここでも出てくるのかな？ね、あの、ペロリーノパイセンのことね。ペロリーノパイセン出てくるのかな？で、ここで広すぎて、あんまり広すぎるとね、やっぱ相手のあれがね、そうっすね。あ、ここだっけ？ここキャップだ。ここキャップ。あ、逆の方が早かった。あ、ちょっと、おうじゃねえよ。ふぃー。よいしょ。ここ、チャッピャン。だね。で、ここは、チャッピャン。で、こいつ。ポータブルセット。で、ポータブルセット出てきてないんだ、ポータブルセット。一瞬煙がふわーってなくなった感じがしたけどね。キル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 回してる感じもしないけど、うわー出てくる頃には攻撃。残念でした。あれ、お前すでに酔いつぶれてんじゃねえか。やった。あ、で、そうだ、ここあれだ、アイス出てこない代わりに、奥から、確か、季節外れの大男が登場する。はい、倒れてください。誰だって感じだよね。離れておくか。離れておくかって。お前何か分かってないだろ。何か分かってないけど、とりあえず離れておくかって言ってんだろ。なんてやつ。やっちゃう。死ぬね。かまんよ。うん。出て、これと、こいつは、あ、死ないかなね。はい。で、あとは、こいつ拾って、こいつも拾って、他なんかある？あった。これやめよう。読んでくれてるってこと。あ、これ以上持てない。ダメだ。終わった。ここでアイテムを2つも残している状態になるなんて。え、まだ？あー、ハゲが残ってるな。あれ、帽子は？帽子拾うから。帽子を拾う。おい、なんだ？いやー、ここもゆっくりとかね、いろいろとね、あ、ここが一番あれだね、掲示物が多いですね。やっぱりスターズはやっぱ精鋭部隊だから掲示物が一番多いっていうところかもしれないですね。うん。ここら辺にあるみたいで、一人に一でちゃんとパソコン置いてある。パソコン置いてないやつもいるけどね、なんかね。うん、あれ多分ゴリラだ。でもゴリラ意外とな。ゴリラ意外とあれなんだよな。ゴリラ意外とパソコンの腕かけてっかんな。ねえ、ほんとに。なんでそんなにタイピングできるのってくらいカタ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 かけてっかんな。ないんだよな、こいつまたな。で、これどうせこっち向かっていくんだろ。ほら、おいで。おいでおいで。おう、自分の帽子蹴ってんじゃん。地味なのか。不死身なの、不死身なんです。不死身だけど、あの、あれなんですよね。やっぱり、めまいでよく倒れちゃうんだね。あー、で、こいつ、あー、しまったー。こいつを拾いたいけど、拾えない。あー、そうか、何してんの？浮いたり。あ、でも、結局あれだよ。メダル取るから意味ねえんだ。しまったな。いろいろと、ミスってんな。進め方がすごい、あの、あれだよね。ランダムにすると、こういうことになっちゃうよっていうのを、なんかもう、身をもって教えてほしいって感じだね。で、とりあえずじゃあまあいいや。まあでも行ったり来たりすりゃいいだけの話だね。あいつがいるとすっげえめんどくさいんだよな。知らないうちに目の前に現れたりとか、後ろがのしのし近づいてきたりとかさ。今撃ってんだろ？ほら、おいで。うわーとか言ってるけどさ。おいでって。あれ来ない？こっちから来てるとか。後ろのはしごを登ってるとか。大丈夫かな？どうせ荒々しくドアバーンとかって開けるんだろ？ほら、おいでって。おいでおいで。カチャコンカチャコン。そして。まあ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 、いいか。いやー、ないもんな。よし。さあ、カモン！おいで！お兄さんが相手してやるよ。こっちから来る？やめて。え？どっちから来る？来ない？来る？よいしょーい！え？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 メダル取りに行く？待って、自ら迎えに行ってってあげようか。そうなんだよね。あいつがさ、こう、やっぱ、ちゃんと。あれ？いないね。いなくなってる！こうなると逆に怖えんだよな。いつ何時どこから現れるかがわからない状態になってるから、逆に怖えんだよな。おおおおそうだよねー目の前にいるっていう恐怖もう、あの、イヤホンをせずにプレイしてるからさ、
普通なら音楽とかさ、ドッシンドッシンとかって音か、もうビビりすぎて全く喋れてない。羊がハープを弾いて鳥になっちゃう。羊がハープを弾いて鳥になっちゃう。鳥、バーバーあれ？めっちゃ出てこない。ああ。立ち上がるのか。落ちとこうさ。1分くらい。で、こんどいてくれ。これ今、ロケランがあるから大丈夫だよ。でもさ、通常プレイをやってたら、あなたのその、倒れている秒数から考えると、無理。本当に。もう、子供泣くぜ。子供やるゲームじゃない。ごめん、根本的な問題があったわ。で、こっち進んでいって、オープン。でん。オッケー。で、もう一個開けて、ライオンは何だったっけ？王冠。王冠と、なんか、王冠炎を取り上げ、あ、合ってた。やった、来た。オッケー。で、あそこに置いてある、赤い本は好きですか？っていうやつをやってみるので、こんだけ派手な音立ててたらなんか来そうな気もするんだけど、てか、スーパートで、もう、次、おい、来たろう！と戦うことができるってことでしょ？早っ。とりあえずあそこの赤い本を取りたいんだけど、やつ来るかな。意外とね、後ろから急に来たりとかすると思ったら、やっぱり目の前から成功法できたね。うわー、襲われる、ね、襲われると思ったら襲い返すんです。三つを。オッケー。あー、じゃあしましで、こっちの方にまあゆっくりと歩いていってる間に、どうせやつは蘇って、こっちを振り、手を振り返って、あ、違う、こうやってね、うまく引っかかってる間に、実は、あいつが蘇るっていう時間を与えて、で、蘇ったところをもう一発注入することで、元気注、あ、もう、本当に元気注入だな。ふぃー。オッケー。で、元気注入ってなってる間に、こっちを開けてしまいましょう。ファッションショー。よいしょ、カチャコン。で、いらないアイテムは捨てましょう。ああ、捨てたの。石今捨ててないのかと。そしたら、ここで、ホイットニーフーストはこっちで、こっちで。いつもホイットって言うと、そればっかり言ってるから、他のネタねえのかって思うけどね。まあ、他のネタがないんです。他にホイで出てくることなんねん。ホイとホイをかけるとかね、DJ さん。そんな大それたことできないですよ。まあ、ホイットニーフーストも大それたことになっちゃってる。で、これを、調べて、マジカルスティッキー開けると、ババーン、うわー、開けた瞬間から目の前にいたのか。それは開けてびっくり、たまってばっかりだな。で、これ行ったらもう目の前のドアが、あの、先に開け散らかされるとかっていうことはあるかもしれないね。今更開いてみるんですかーい。どうしようかな、ショットガンだけを試すといつもマグナムを打ちのめすっていうのがあったりするけどね。あれ、まだ、ああ、起きた。ちょっと待ってね。で、スターズ室に行きたいから、普通に向こうに行きたい。じゃあ、ちょっとバレるまで観察して追いかけてみましょう。で、向こうに行っちゃうよね。で、その後どこに行くかだね。うん。バレた？ものすごくバレてるね。じゃあ倒せる。いや、全然倒れてなーい。嘘で、あー、なるほどね。あのモーションに入った時もなかなか倒れないってことでございますね。失礼しました。ということで、じゃあ USB 化しておきましょう。調べる。フィット。
まあ最強の武器だけ手に入れている状態を作ってですね、こっちの方に、あー、キル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 ロンコートダディ、あー、ネタが面白いから許してくださいよーって、こっち来るかな、こっち来るかな、こっち来るかな、超来るかな、ハンドワーの状態でー、あー、来てる、助けて助けて、ドライバー、こんなところにてー、ペロリーナ先輩がペラ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 クリーニングしてる状態で、キャー、倒れ、貴様に興味なんないわというところで、とりあえずこいつをまずは、大きな音を立てて、あ、ちょっと大きな音を立てて、キュイーで、こっちを、あ、ちょっと、そう、操作がうまくない、キュイーピピーュン、ありがとう。There's an eagle girl running hawk、 名前だけはかっこいいけどな。さあ、これを手に入れたことによって私は無敵、無敵キング、よし。で、これ行った瞬間にさ、蘇ってるとかって可能は、あー、なかったね。よかったよかった。で、こいつで、あー、そうだ。で、こいつをまたシュッと戻しておいて、 OK。 じゃあ、次先進んでって、まあでもこいつなんてやることはもうしばらくないからいいか。じゃあ一旦警察署前半は、こんな感じです。本当にサクッと終わったね。多分警察署だけで5、6パートぐらいやってたじゃん。プルプル、相変わらずのプルプル。あ、ちょっと待って、これさ、ここのさ、こいつ、この2枚と1枚、あ、開けるー、めっちゃ首かしげてる、はい、オッケーと、あの下のやつ、下のさ、受付のところにはさ、2枚と1枚、ああいう状態になってるかだよね。それだけちょっと確認して終わりにしようか。うん。どこまでカプコンさんがね、あの、リサイクルをしているかっていうのがすごい気になりますんでね。こっちこっちー、こっちー。なんならこの横並びで一緒だったわ。多分ここの雑誌もね、あの、あ、違うな、雑誌は違うな。あの、緊急所にある雑誌置き場と一緒かなと思ったけど、違ったりしたね。うん。今更、あのパソコン見れたりする？無理だよ。そうだよね。もう出てきて、登場してきてるもんね。登場したらパソコンはさすがに見れないっていうことですね。はい。じゃあ、なんか、いろいろと、こっちを睨みつけてきている、白いやつがいるかもしれないですけど、そんなものは気のせいです。あ、あ。じゃあ、これ預けて、これ預けて、ちょっと待ってね。アイテム整理して、で、こいつと、こいつはくっつけておきましょう。で、どうしようかな、こいつ持ってっとっか。で、あれだもんね、あの、重ねなきゃいけないもんね。あ、なんだ、戻しとるわ。オッケー、じゃあこんな感じで、はい、次回パートね、進めていきたいというふうに思います。ということで、これ拾ってあげて、こいつも拾ってあげて、預けるの忘れてたの。はい。ちゃう。はい。よし、じゃあこんな感じでね、ツアーガイド、ツアーガイドは、ステージへ進んでいくのではなかろうかというところですね。もういる？彼いる？いないかな？めっちゃいるわー、めっちゃいたわー。こっちずっしんずし向かってくるわー、怖いわー。あー、ガスボンベとかはもうなんか危ないものがいっぱいあるよ。こんなのによくあれだね、爆発で巻き込まれなくて済むよねー。うぅー。じゃあまた次回でお会いできたら皆さん嬉しい。あれ、ここまで来たら、あ、よし、ちょっとバレてない、バレてない、弾丸飛ばし、普通にある弾丸飛ばしてる、すげえな、2メートル30くらいあるんだって、ヤオミンだよね、こっちね、バレてねえのか、この距離すごいな。で、こっち、うん、すぐに走るとバレるか、走るとバレたー、ちょっとチラッと走ってみたんだけどバレちゃいましたね。あ、なんかすごい、この距離感を大事にしてくれるのが大事、この距離感、全然距離感大事にしてくれる、距離感大事じゃないよー。わー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 、よし、オッケー、倒れて込んだところで、では次回ツアーガイドもお楽しみください。最後のおまけまでつけてくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしく。じゃあね。